好啦，咁我今日咧想介紹一個咧日本嘅帶領袖俾大家認識喎，佢叫 Kumiko 啦。咁其實我係喺澳洲認識佢嘅。咁佢本身咧係一個好出名嘅日本嘅畫家嚟嘅。咁佢已經係咧係非常之出名啦。咁亦都咧我哋都好懷疑啊，點解佢要 join Live 咧？咁今日咧就等佢自己同我哋去分享喎。Kumiko， yes， can you tell us？You're very famous already in Japan. Yes, so thank you. Why you still won't join Lightweight Business? Yeah. And how you know Lightweight? Okay. You can speak for us in Japanese. Yes, thank you. Lightweight Business はとても大きなチャンスだと思ったからです。世の中にはたくさんのマルチレベルマーケティングの会社がありますが、ライフウェブは特別です。すべて発明品を取り扱う会社ということで、今までにないものが流通し始めるときはこのマルチレベルマーケティングが最適なんです。だからいいタイミングで私はライフウェブに出会えたと思っています。たくさんのエネルギーをもらえますし、もちろん健康になりますが、何よりも大きなチャンスをつかめます。そして出会った人たちみんなを幸せにすることができるのがライフウェブだからです。 OK, now your team is so big. Can you tell us how many members in your team? Yes, 日本全体では今19万人の人が登録していますが、私から始まるグループメンバーは6万6000人を超えています。話佢咧過去三年咧已經建立咗咧66,000個團隊嘅成員啦，話非常之犀利啊 ！Thank you so much, Kumiko. Nice to see you. Yeah. Hope we can meet together again. Yeah.